サミュエル・デュポン、サミュエル・フランシス・デュポン、1803年9月27日から1865年6月23日は、アメリカが衆国海軍で海軍少将の位に上った海軍士官である。著名なデュポン家の一員であり、同世代の中では唯一性の綴りに大文字の D を用いた、米北戦争と南北戦争で結出した働きをし、 海軍兵学校校長を務め、アメリカ海軍の近代化に重要な貢献を果たした。デュポンは、ニュージャージー州バーゲンポイント、現在の米4にある家族の家、グッドステーで、ビクター・マリー・デュポンとガブリエル・ジョセフィー・ヌ・ドラフィットと、ルポートの夫妻の4人目、次男として生まれた。おじには、科学会社、デュポンの創業者ャイルテール、イレネー・デュポンがいた。この会社は、 火薬工場として始まり、今日では多国籍科学会社となった。デュポンはデラウェア州ウィルミントンの巻田、おじの敷地と工場のエルテディアン・ミルズからブランディワイン・クリークを隔てたところにあった父のルービエで子供時代を過ごした。9歳の時にフィラデルフィアのジャーマンタウンにあるマウントエアリー・アカデミーに入学した。しかし、父がその毛織物工場の経営に失敗したので、 学費を払えなくなり、その代わりにアメリカ海軍への入隊を進められた。デュポン家はトーマス・ジェファーソン大統領と親密な関係があったで、12歳の時にジェームズ・マディソン大統領から海軍士官候補生としての指名を確保でき、1815年12月にデラウェアから初めてアセス・フランクリンに乗って出港した。当時は海軍兵学校がなかったので、デュポンは 会場で数学と高校術を学び、1821年にアセス・コンスティチューション上下任務を与えられる時までに一人前の船乗りになった。その後、西インド諸島やブラジル海岸沖でアセス・コングレスに挑戦した。この時まだ士官には任官されていなかったが、1825年、アセス・ノースカロライナ上下任務時に航海士に昇格した。この時は地中海で アメリカの影響力と力を示す任務を与えられて、航行した。その後まもない1826年に海軍隊員に昇進し、アセス・ポーポイズ上官を命令され、1827年の父の死後2年間故郷に帰り、続いて1829年にアセス・オンタリを上官となった。この時まで主官となってからの日が浅かったが、デュポンは無能と考え、 政治的な影響力を通じて指揮権を取っているだけの上官の多くを公然と批判するようになった。1833年6月にアセス・オンタリオでの任務から戻ると、オジエル・テール・イレネ・デュポンの娘で、いとこのソフィー・マドレーヌ・デュポン、1810年から1888年と結婚した。デュポンは主観日誌をつけることがなかったので、 ソフィーとの大量の文通がその後の海軍士官としての経歴での動きと観察に関する主要な資料となった。1835年から1838年までアセス・コンステレーションとアセス・ウォーレンの副官庁となり、メキシコ湾でアセス・ウォーレンとアセス・グランパスを指揮した。1838年、地中海でアセス・オハヨ乗組となり、1841年まで、 続けた。翌年海軍中佐に昇進し、アセス、ペリーに乗って、中国に向かったが、10秒にかかって、家に戻り指揮官を諦めざるを得なかった。1845年に、ロバート・ストックトン海軍巡将の機関アセス、コングレス艦長として現役に復帰し、米国戦争が始まった時までに、ハワイ諸島航海を経て、カリフォルニアに到着した。 デュポンは1846年にアセス海ン、艦長となり、すぐに敵船30隻を捕獲、または破壊してその過程でカリフォルニア案を総当し、海軍戦闘指揮官としての技術を示した。デュポンは、ジョンシー・フレモントの部隊をサンディエゴに運び、市を占領した。その後バハ海岸での作戦を続け、ラパスを占領し、グアイマス港では、 激しい砲火の中で敵の砲艦2隻を炎上させた。1847年11月11日、マサトラン氏を占領した主力戦列を指揮し、1848年2月15日、水陸共同で3歩制デる株を強襲し、激しい抵抗にあったものの、3マイル内陸を叩いて、包囲されていた戦隊を救出することができた。戦争の終盤は、 カリフォルニア海上封鎖の指揮を任され、さらに陸での作戦に参加した後に帰港を命じられた。デュポンは次の10年間の大半は陸上勤務となり、この時期に努力したことはアメリカ海軍の近代化に貢献したとされている。蒸気機関の可能性を研究し、教科として工学や数学を強調して新しい海軍兵学校に設定した。兵学校の校長に指名されたが、 それは、定年が近いものにより適したポストだと考えて、4ヶ月で辞任した。デュポンは、海軍の大半が当時任せられていた公安の防衛よりもより行動的で、積極的なものを推奨し、海軍の規則や規定の改定に動いた。アメリカ合衆国党大局理事に指名された後で、その旧式なシステムを向上させる提案は、東大法として、 アメリカ合衆国議会に大きく採用された。1853年、デュポンはアメリカ合衆国では初めての国際博覧会と考えられているニューヨークで開催された世界産業博覧会の総監督となった。国際的には賞賛されたが入場者が少なくて大きな負債を抱えることになり、デュポンは辞任した。デュポンは海軍の改革について 熱心な支持者となり、1855年の議会法を支持する中で、海軍の効率推進を書いた。海軍効率理事会に指名され、201名の海軍主官排除を監督した。首切りの対象になった者たちが、議会の友人を頼った時に、デュポン自身も大変な批判にさらされ、その後の会任審査で一旦排除された者たちの半分近くが復職した。 デュポンは1855年に海軍大佐に昇進した。1857年、アセスミネソタの艦長となり、中中国アメリカ公使、ウィリアムリードが北京に赴くのを送るよう命じられた。デュポンのアセスミネソタは、中国でパレードした西洋の17戦闘艦の一隻となり、中国がその港を広く開港するよう要求されたのに、 それを満たせなかった後の1858年4月28日、フランスとイギリスによって、海外の中国取り出が占領されるのを目撃した。デュポンは、その後、日本、インド、及びアラビアを開港し、1859年5月に、ボストンに戻った。翌年デュポンは、日本の県兵施設団を受け入れることに、大きな役割を果たし、3ヶ月にわたって、ワシントン DC、 ボルティモア及びフィラデルフィアを回るのに同行した。この遠征は日米貿易と投資に等を開くことになった。デュポンは1860年にフィラデルフィア海軍造船所の指揮官となった。デュポンはこの職を最後に退役を予測したが、南北戦争の勃発で実戦任務に戻ることになった。南北戦争の開始時点で、 ワシントンとの通信が遮断されたとき、デュポンは独自の判断で、チェサピーク湾に艦隊を送り、陸軍がメリーランド州アナポリスに上陸するのを守った。1861年6月、南軍に対する海軍の作戦を立案するために、作られたワシントンの理事会議長となった。デュポンは海軍将官に指名され、南大西洋封鎖戦隊指揮官としてアセスを場所。 に上艦し、バージニア州のオフオークから当時のアメリカの海軍士官が率いた中でも最大の艦隊を率いた。11月7日、サウスカロライナ州、ポートロイヤル港にある2つの砦を襲いその占領に結びつけた。この勝利で北軍の海軍は、ジョージア州南部からフロリダ州東海岸全体までを支配し、効果的な海岸封鎖が確立された。デュポンは、 アメリカ合衆国議会からその輝かしい戦術的成功について賞賛を受け、1862年7月16日に海軍少将に指名された。1862年の暮れに向かう頃、デュポンは鉄装甲艦の指揮を任されるアメリカ海軍の最初の召喚になった。デュポンは他の艦船と共に装甲艦をうまく指揮したが、 大砲が少なく発射間隔が長かったので、マカリスター砦への攻撃はうまくいかなかった。次に、海軍省から直接、サウスカロライナ州チャールストンへの攻撃命令を受けた。そこはサムタートリデの陥落で、南北戦争の最初の砲撃が行われた場所であり、南軍に対する封鎖が不完全な地域だった。デュポンは相当の陸軍部隊の支援がなければ、チャールストンは占領できないと得たが、 それでも1863年4月7日に9隻の装甲艦で攻撃した。港へ続く水路は障害が多くて適切に航行できず、その艦船は激しい十字砲火を浴びることになり、北軍艦隊は夜が来る前に撤退した。この攻撃失敗で9隻の装甲艦のうち5隻が航行不能になり、もう1隻はその後沈没した。海軍長官。 ギデオン・ウェルズは大きく報道されたチャールストンでの失敗についてデューポンを非難した。デューポン自身はそのことについて苦悩し、南軍の総攻艦を沈めた大きな戦闘の後、7月5日にデューポンの要請で解任された。デューポンはメリーランド州選出のアメリカ合衆国会議員、ヘンリー・ウィンター・デイビスの援助で海軍が出版したチャールストン攻撃に関する公式記録書に入れたが、 最終的にどちらともつかない議会の調査のために、デュポンがその感染を悪用し上官を間違った方向に導いたかについての審判に持ち込むことはできなかった。デュポンは、エイブラハム・リンカーン大統領の指示を得ようとしたが、無視され、デラウェアの家に戻った。その後短期間海軍の昇進を審査する理事会に努めた。しかしその後の出来事は、間違いなく、 デュポンと判断と能力を立証することになった。その後もアメリカ海軍によるチャールストン攻撃はかなり大きな装甲艦艦隊で行われたにもかかわらず失敗した。チャールストンは最終的に1865年、ウィリアム・シャーマンの陸軍による進攻で陥落した。デュポンはフィラデルフィアに行っていた1865年6月23日に死に、 デュポン家の墓地に埋葬されている。この墓地はデラウェア州グリーンビルのヘーグリー博物館近くにある。デュポンの死から17年後の1882年、アメリカ合衆国議会はやっとデュポンの功績を認めるために動き、ワシントンのパシフィック広場に据えるデュポンの彫像を発注した。ローンとトンプソン政策になるデュポンの銅像は1884年12月20日に、 除幕され、この交差点は、デュポン交差点と命名された。除幕式には、チェスター・エイアーサー大統領や、トマス・カイウェアー上院議員が出席した。この交差点は、今でも、デュポンの名前を持っているが、銅像は1920年に、デュポン家によって、デラウェア州ウィルミントンに移された。その後には、ダニエル・チェスター・フレンチが設計したデュポンを記念する、噴水が作られ、 1921年に除幕された。デラウェアシティに近いレポントリで、また、アメリカ海軍の駆逐艦にアセスデュポン DD-152 と DD-941 はすべてデュポンの栄誉を称えて名付けられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。